はい、それでは今日も YouTube ライブをやりたいと思います。今日は5人来ていただいております。ありがとうございます。で、グッドボタンを2人押してくれたということでありがとうございます。船山さんが何か書き込んでくれた。こんばんはよろしくお願いいたします。札幌はしばらくぶりで小雨が降りました。あ、そう、小雨かね。気温は25、気温割と高いな、気温かな。うん、小雨で25度。そうか。ビットコイン上がりました。ビットコイン上がったよ。いや、ほんでさ、上がったらいかんじゃない。下がってくれよ。自分は毎日やん、ね。4時半からの散歩の時に、散歩の途中に神社が2つあるの。で、その2つとも行って、もうとにかく85万円まで下げてください。よろしくお願いします。で、それでその、昨日か一昨日100円再生ポンと入れたね。で、今日は入れてない。今日は入れてないけど、まあ昨日、一昨日かな、入れたから、まあいいだろうということで、今日はまあ、すいません、よろしくお願いします。85万円まで下げてくださいって言って頼んできたんです。そしたら、今日はビューンと上がっちゃった。これね、もしかしたらね、上がったには上がったんだけど、こうビューッと上がるでしょ。で、なんか、もじ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 人って、また同じとこまでね、上がったとこまで多分ね、下がるような気が。でも俺、どんどん上がっとるね、こういうふうに。ちょっとこれ、下がらんかもしれん。もうちょっと様子見ようかなと。ほんでね、まあ、買いで入ろうかなと思って。まあ、実際ね、うん。もうちょっと様子見てね。今ね、100万と3800円なんだ。もうちょっとね、105万ぐらいまでいったらもうね、買いで入ろうと思って。FX ね。FX で買いで入ろうと思って。まあ、とにかくこういう風ですわ。こういうビヨーンと上がっちゃうと、これ、これ時間、いわゆる時間足というやつだけどね、どん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 上がってちゃったの。でも下がるかもしれないな、ボーンと。ここの上がったとこまで下がるかもしれない。ちょっとわからん。分かりゃ苦労せん。分かれば苦労せんけど。まあそういうことで今日は、まあ何日か言うと、2020年7月21日火曜日。じゃあ、そうそう。で、まあ自分が71歳ということで、今日も一日丸儲けということで、この愛知県からライブ放送ということで、まあ今日も一日儲けたということでね、まあ、大したことや、大したことやってないんだけど、一日一応、まあ今日ね、朝4時半から散歩に出て、それでまあ、今言ったように、2か所ね、神社に寄って、まあ、わざわざ行ったわけじゃないよ。散歩の途中にあるもんで、そう神社に寄って、85万まで下げてください、お願いします。下がり声って言うんだけどね。歌にあるんじゃない。乱れ声とかそれじゃない。下がり声、雨乞いっていうのと一緒で、下げてくださいっていう、その、下がり声っていうね、まあやってるわけね。まあ明日もやるけどね、多分ね。明日雨じゃ、雨だとね、ちょっとね、そっちに、散歩行けねえかもしれない。多分、明日雨じゃないと行けると思う。で、まあ、これね、ビットコインが、今日ね、午後4時で、一時的に100万円超えて、100万4000円という、100万4000円だったけど、今、さらに、さらに上がっとるかな。さらに上がっ、あ、一緒か。あ、今ちょっと下がった。今、100万と2200円。ちょっと下がった。今、見とったら、今ちょっと下がった。まあ、ドーンといかんかなと思ってるけど。いや、そうじゃないとね、年末にね、250万ぐらいにね、いかないらしいんだわ。まあ、何人かそう言っとるんだけど、こんな風ではね、上がらんらしいんだ。こんな風で、まあ上がってもいいんだけど、ダーンとに85万ぐらいまで下げて、全世界から、ビットコインを買う人をね、呼び込んで、その勢いで上がってくるらしい。そういうもんらしい。だから、こう、なんていうの、バネと一緒でね、
ビーンと伸びるにはね、まず縮まないかんだし、そういうことだし、それからね、この、これちょっと細かい字でね、読みにくいかもしれんけどね、中国のね、いろいろ事情をね、YouTube で話しているね、ミャンホさんっていう人がね、言ってるんだ。よく言ってるんだ。これ何回か聞いたことあるの、ね、同じことをね。つまりこういうことなの。アメリカの、ハリウッド映画ね、アメリカのハリウッド映画を中国で上映しようとすると、中国共産党の許可がいるらしいんだ。まあ、それは昔から。まあ、日本でもそうだけどね。で、許可がないと上映できんらしいんだ。だから、作りました。ハリウッドの映画会社が何百億も金かけて作りました。ところが、中国で上映して儲けようと思ったら、これダメですと。これじゃあかんわけでしょ。映画作っても、困るわけじゃん。他の国はいいけど、中国に行けるんで、儲けれん。で、中国ってのお客さんがすごい多いらしいんだわ。だから、アメリカは、アメリカのハリウッドの映画会社はもう事前に、中国共産党の担当者に説明するらしいんだわ。今度こういう映画作りますと、シナリオはこれですと。で、キャストね、配役はこういう風でこういう風でやります。許可くださいと。こういうこと、もう作る前に、聞くらしいんだ。それでいいかどうか。そうするとね、中国共産党の担当者がね、いや、それはやめてくれと、そこの辺はちょっと変えてくれと、そこも変えてくれ。それからこの配役は中国人を使ってくれと。まあ、いろいろ言うらしいんだ。で、それご無理ごもっともで全部、まあ、それでいいですっていうことで、それで映画作るわけじゃない。そうすると中国で上映して儲かると、こういう仕組みになってるらしいんだ。で、それはね、今までもずっと分かって、そんなものは公然の知、誰でも知ってることなの。皆さんがそれは知ってることなの。まあ、日本でも多分同じだろうっていうふうに、ニャンホさん言っとったんだけどね。ちょっと待ってね。チビトマルクさんが来てくれた。こんばんは。チビトマルクさんが来てくれた。でね、うん。で、ハリウッドの映画会社は、もういちいち、逐一、中国共産党の、意見を聞いて映画を作るっていう、それはもう今までも当たり前だよ、それは。それは当然のこととしてやられてた。だけど、トランプが当選したでしょ。で、ちょっとその風向きが変わってきてね、それおかしいじゃないかと。なんだとそれは。そんなバカな話あるかということで、ハリウッドの映画会社は中国共産党の宣伝やっとるんかと、お前たちは。何考えてんだということで、もう今ね、アメリカの議会を中心にね、中国の検閲だわな、映画における検閲が問題になってるって、こういうこと。もうそんならもう中国なんかやるなと。まあ、ハーウェイのスマホとか 5G の機械入れるな、みたいな話で、もう中国で上映するな、って、そんなもん。検閲するぐらいなら、自由と民主主義の国が、なんてことするんだって、いや、アメリカは自由と民主主義の国とは思っとらんけど、まあ、そう言ってね、言う人おるでね、で、そうだろうと思うんだけど、まあ、それが、だからハリウッドの映画が、もう今、大揺れに揺れとるわけ。今まで中国の、いろいろね、指示を、あいご無理ごもっともてって入れて、やって、作って向こうへ持ってて儲け取った。まあそういうこと。大体中国ってみんな、中国って大体そうらしいんだ。中国で儲けさせてやるで、中国共産党の言うことを聞けと、こういうことなんだ。それ映画だけじゃないらしいんだけど、何でもそういうふうらしい。はい、それからね、これ誰が言っとったか。あ、これね、横森さん、そうそうそう。横森さんというね、この投資なんかの話しておる人とかね、横森さんって結構、もう40、30年ぐらいかな、投資のことやいろいろやってる人なんだけど、こういうこと言っとったんだよ、今日ね。コロナで家から出れんから、仕方がないでチャートを見てると、ね、いろんな相場を見てると、そうするとつい、フラフラとやりたくなると。
本当は自分ではもう投資の世界からね、投資っていうか、相場の世界から足を洗ったつもりでおるんだと、この人はね。ところがもう家におると、やることないから、だからついついチャート見とると、まあいろいろ原油とか、まあいろんなものがあるわな、ビットコインもあるけどさ、トウモロコシとか、小豆とか、小麦とかいろいろあるわけで、そういうのを見とると、ついついやりたくなるなって、昔の癖が出て、それで、まあ、いかんかなと思いながら、ちょこっとやっとると、今。ほんの少しやっとるんだけど、もう我慢できずにトレードしちゃうらしいんだわ。で、まあ、いかんなと思いながらやっとると、こういうことなんだけど、ただね、この横森さんはね、こういうこと言っとったんだ。この横森さんは、テクニカル、ではやらないと。いや、自分らはできる、テクニカルでもチャート見とってこうね、上がるだろうか下がるだろうかみたいなことやっとるんだけど、この人って、そういうものは信用しないっていうか当てにしないっていうことよ。で、何か言うとね、ファンダメンタルっていうね、世界の経済がどうなるかとかね、それからアメリカの大統領がどういうことを言ったとかね、まあ、そういうようなことをファンダメンタルっていうものを重視して、それで相場をやるらしいんだ。その方がね、儲かるっていうのは、この横森さんはそういう。だけど、そんなものは全然関係ない。一宮の M さんはもうファンダメンタルなんかもうほとんど無視して、テクニカルだけでやるんだ。っていうことを言ってる。そういう人もおるんだな。だってこの横森さんの言ってることは意外とね、自分たちは新鮮だったんだわ。ファンダメンタルだけでやる。大したもんだなと。いやー、そういう人もおるんだなと思ってね。それからね、この横森さんが言うにはね、今回のコロナ騒動でね、世界のね、1400社がね、格下げになった。要するに格付け会社が、あんたのところは A、トリプル A ですよ。あんたとこは B ですよ。あんたとこは C ですよ。あんたとこはもう投資不適格ですよ。みたいな格付けつける会社があるわけね。世界中にあるんだけど、これは多分アメリカの会社だと思うけど、1400社格下げしたんだ。で、格下げするとどうなるか言うとね、投資不適格になっちゃうね。でね、資金が集まらなくなっちゃう。だから、倒産するところが続出するだろうと。こういうことで、そういうことです。で、それからね、これもやっぱり横森さんが、FRB はゴミ。FRB がゴミを買っとると。これ、ジャンク債っていうんだけど、ジャンク債っていうのは、つまりゴミらしいんだ。で、どんどん買っとる。ものすごい勢いで買っとる。まあ、これ、今にどうかなるよ。ゴミを買っとるからどうかなる。こういうことね。それから、世界中で、貿易の決済でドルを使わない方向に進んでいると。要するに、国と国が貿易するでしょ。で、今まではドルなの。ドルで金払ったりしとった。ところが最近はドルじゃなくてユーロとかね、それから元とか円とかね、ビットコインとかそういうのでやろうじゃないかという方向に動いてきたって、ドルじゃない、ドル離れ、簡単に言うとね。それで、そうなるとドルがいらなくなるで、非常にドルが不安定になりますよということ。それからコロナの、まあ、不景気で新興国が財政悪化によって輸入ができなくなる。要するにお金がないから輸入ができんわけ。でも自分とこの国だけで自給自足でやるという国が増えてくるらしいな。もうまあ貧乏でも自分とこの国だけでやりましょうみたいな感じ。となるとドルいらんわけだよ。輸入するわけじゃない。ドルがいらん。で、そういう面でもドルがこの非常に不安定になってくると。これからね。うん、だからもう、横森さんが言うには、ドルが紙切れになる日が刻々と近づいています。とこういうことで。いや、自分もそう思うの。ね。で、そこで見直されるのが、金。
ゴールドね、金と、それから自分はビットコインだと思って確信して、信じてる。だからビットコインが今ビューと100万円ぐらいだけど、さらにビャーンとね、250万とか300万とか上がっていくというのは、そこに根拠がある。こういうことね。ドル離れ。ドルが紙に限りなく近づいてる。で、金とね、金とか、ビットコインとか、そういうようなものがビューンとこう上がっていくと。こういうふうに自分は見てるわけ。うん、はい。それからね、次行くよ。次はね、アメリカがね、韓国に、隣の国ね、韓国に、アメリカ軍が韓国におるんだけど、分担金出せと。で、出せじゃなく、今もうすでに出しておるんだけど、今の5倍出せと。こう、トランプが言っとるわけだよ。分担金、今の5倍出せ。じゃないともう帰るって言って。アメリカ軍引き上げるぞ。こういうこと言ってる。それでね、ドイツはね、もう、9500人、変えちゃったらしい。アメリカに。まあ、ドルにも、ドイツにも、こういうふうに5倍ぐらい金出せって言ったんじゃない？ところが、まあ、ドイツは出さんって言ったんだろうな。ほんで、じゃあ変えるわって言って、9500人、さっさとアメリカに帰ったと。こういうことなんです。それから、日本に、毎年4倍出せと、今のね、今出してるね、もうすでに。今出してるんだけど、今の4倍毎年出せ、言っとるわけ。うん、これはね、日本政府はそんなことを、そんな話は来てないって、嘘言ったんだけど、嘘なんだ。ところが、ボルトンさんっていう人が、暴露本を出してね、その中にね、日本にね、そういうこと言っとるって、もうばらしちゃった。4倍出せって。だけどこれ本気だよって。本気で言って、もどかしじゃないんだよ。本気で言っとる。うん。ほんで4倍出さなきゃもうアメリカ、帰るから、お前ら勝手に、日本の国守れと。こう言って、言っとるらしいんだ。まあ自分としてはまあ、いや、帰りたいから帰ったら帰った方がいい、帰ってもいいよと。こういうのが自分の考えだけどね。だけど、あれだわな。ロシアの方からなんかちょっと、誰かが来たりさ、南の方から誰かが来たりする可能性はあるわ。うん、でね、まあさっきの話だけど、ドルが紙切れになるという、話だけど、こういうことをね、分かりやすく言うとね、関ヶ原の戦いっていうのがあっても、これ1600年確かね、関ヶ原の戦い。織田側と徳川側に分かれて、関ヶ原で戦いがあったということで、織田側が負けて徳川側が勝ったわけね。で、徳川幕府っていうのが、まあ、その後できたんだけど、で、当時としては、こういうことだ。通貨ね。通貨が、こちらがね、1000の価値があったとすると、こっちはね、1の価値だと思うんだわ。まあ、こちらが政権取っとるからね。こちらは野党だから言ってみたらね。だからこちらが1000の価値があるとすると、こっちは1の価値がある。ところがこの関ヶ原の戦いで、このこっちが勝ってこっち負けたから、だから通貨が、価値がこっちが1になってこっちが1000になったと。こういうことなんだ。こういうふうに変わる。ね、通貨というのは価値が変わる。裏付けが変わる。だから、ドルがボーンって、今ドルが強いわけで、ドル持ってる世界中どこでも行けるわけ。ところがドルがバーンとこれから下がってくると何かが上がるわけじゃん。で、それが自分としては金とかビットコインじゃないかと。こういうこと言ってるわけじゃん。うん。ほんで、いろいろ FX 勉強したりさ、いろいろこの今準備しとるわけね。この関ヶ原の戦いで、勝ち負けが変わるもんで、その時のためにいろいろやっとると。ちょっと待って、クマちゃんは芸能人。あ？メッセージが消えた。メッセージ消されちゃった。いっぺん書いたけど、消したんだ。あ、書いてくる。くまちゃんは芸能人。織田側でなく石田側ですよ。あ、そう。石田三成か。なんで織田側じゃないの？織田信長の流れを組んだ方じゃないの？知らんけど、ちょっと。関ヶ原の戦い見たわけじゃないで知らんけど、そうか。総大将は誰かね、誰かだって聞いたこと、
石田さんが、総責任者だったのかな。うん、そうか。小田川じゃなくて石田川だったのかな。そうか。まあ、そう。まあ、どっちにしても、そういうね、体制が変わるということは、そういうふうに通貨の価値がね、もう全然違う。こちらが1でこっち1000だったのが、これが1になってこっちが1000になると。こういうね、大逆転があるわけ。だからそれがね、近々、あると。こういうふうに見てるわけ。で、まあ、そういうことでちょっと、儲けようと思ってるんだけどね。なぜね、お金を儲けようと思うかっていうと、こういうことなの。これね、原則が、見えとるな。男の価値は9割がお金。これが真実だ。男の価値というのは金持ってるかどうかって、それが9割。こういうことなんだ。だから、通貨とは何かということを研究して、ね、ビットコインを研究して、FX を研究していると。そういうことなんだ。だから70になってから FX、ね、研究始めるってちょっとね遅いけどさ、だいたいFX のさ、YouTube の、はい、いろいろ解説見とると、だいたい30歳、40歳ぐらいの人が多いじゃんな。70なんて人少ないよな。ほとんどおらん。だからそういうことで、まあ自分はいろいろね、遅ればせながら、まあ、やっとるということなんだね。それからね、最近情報でね、ニュースで聞いた、トランプ、11月選挙なんだな。だからここでトランプはどうしても選挙で勝たないかもね。ね。どうしても勝たないか、トランプ。ところがトランプとバイデンっていうのがもう、どっちが当選してもおかしくないような、状態で、どちらが強いかどうか分からんような、まあ、状態だと思うんだよね、自分はね。分からんけどね、どうだろう。で、アメリカっていうところはさ、もう変なとこでね、で、これトランプは、この東シナ海の人工島、これ中国が作った人工島だけど、このトランプはこの選挙運動としてね、選挙運動だよ。選挙運動として、この東シナ海の人工島、中国の作ったね、そこを爆破するわけ。空母2隻、もう行っとるの、そっちに。もう東シナ海の辺でうろうろしとるんだ、空母2隻。うん、で、それ、空母から出た、ジェット機で爆弾落として、この人工島を海にしちゃうわけ。爆破しちゃって、もう、海に、中国の作った人工島。で、これね、まあ言ってみたら中国に戦争するってことなんだ。まあ簡単に言うとね。だけど、このトランプはね、中国にちゃんと連絡して、何月何日から何月の何日の間に、人工島のどこを爆破しますと。だからそこにおる人は全員、どっかよその島に行ってくださいと。よその人工島はやりませんから、ここの人工島はどこの人工島をやりますから。ですから、まあ、よろしくお願いしますと言って、ちゃんとトランプはね、この中国の、政府に連絡して、何月何日の何時から、まあ、どのぐらいの爆弾を落としますと、よろしくお願いします。こういうことで、爆撃始めるわけ。そうするとね、これね、こういうことやるとね、アメリカ人ってね、結構単純なとこがあってね、すごい嬉しいわけ。なんていうの？中国が、なんかアメリカの権益を、侵犯しとるみたいな。だいたい日頃から面白くないと思ってる人がおるからさ。だからもうそんなね、空母からビャーン行って、バン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 落として、その人工島をもうめちゃめちゃに破壊して、海にしてまったと。昔ここに島がありましたみたいな話。それをやるわけじゃん。そうするとアメリカ人っていうのはもう熱狂的に、嬉しいわけ。まあ、なんていうかな。そのオリンピックでさ、アメリカの選手がマラソンで優勝したようなもん。嬉しいわ、アメリカって。
妙なところある。だから戦争をやるとアメリカってものすごく嬉しいわけ。ナンバーワンとか言って、アメリカは世界ナンバーワンとか言って、やっぱりそうだ、ナンバーワン。威張ってる中国をいい加減にしろって、ちょっとお仕置きをしたみたいな感じで、みんな拍手して、よーやったやったみたいな感じで、トランプが当選すると、こういうこと。で、トランプが当選すると、そのトランプはちゃんと中国の共産党に当選させてもらったから、それなりのちゃんと利益を行くようにしますから、よろしくお願いしますみたいな感じで。政治ってそういうもの。政治っていうのそういう表だけの喧嘩やっとるなと思ったら、ちゃんと裏もあるの。控え室で、ここで喧嘩してるわけでしょ、ものすごい勢いで、このステージで。ステージでものすごい喧嘩してるんで、それが本当かと思ったら違うんで、2人が控え室、控えの部屋に入ると、2人でニコニコして、喋っとるんだ。で、またステージ出てくると喧嘩するんだからって、喧嘩するんで、もうそれ苦しいから、30分でショーが終わって、その控え室に入ると仲良くしとる。それが政治なんだ。ちょっと待って。クマちゃん、芸能人。今日、大阪市内で、春日井ナンバー見ました。こんなナンバーあるんですね。びっくりし、なんでびっくりするの？春日井ナンバーって昔からだいぶ前からあるよ。あれだな。30万人としたよ、春日井は。愛知県の5番目、大きいところから5番目が春日井市。だからナンバーがある。前はね、終わり小牧っていう名前だった。あれ面白くないんだよ。なんでかっていうと、春日井なのに、小牧と仲悪いんだ。隣に小牧、春日井と小牧ってあんまり仲良くないんだよ。でね、終わり小牧って名前だろ。で、面白くないわけ。春日井なのになんで終わり小牧なんだって。だからいろいろやって、それで春日井ナンバーっていうのを作ったんだな、あれきっとね。うん、しょうもないことでやって、喧嘩しとんだ。政治家の皆さん。ちょっと待って。奥山さんが、あ、南シナ海？あ、そうかな。東シナ海だと思ったの。あ、南シナ海か。ちょっと違うもんな。日本に近い方が東シナ海で、南シナ海、人工島はだから、南シナ海にある。フィリピンとかベトナムに近い方でね、あれ勝手に辺俺んとこの海だみたいな感じで軍事基地作っちゃった、中国っていうのは。でそれを今度トランプが行って、トランプじゃない、トランプの選挙前ね、選挙運動ね、選挙運動として空母ドナルド・レーガンとかね、何だったかな、もう一つある二つが行って、そこからもうビャーンと飛行機が出て、ダダダダダダーンと爆弾落として、その人工島を海に戻しちゃう。だけどそれは事前に中国に連絡がしてある。何時何分から爆撃します。よろしくお願いします。こういうふうだ。で、当選したらちゃんとこのお返しはします。トランプがね、当選、選挙運動としてやります。うん、これをね、ショー。政治ショーみたいな感じで、もうだからマスコミとかテレビ局なんかいっぱい呼ばれて、ビャーンってパパパパパパ落とすの。で、もうテレビ局の飛行機もビャーンって行って、もう爆撃するのを映すわけね。パパパパーンって。で、その、人工島がバーッと壊れてね、水に、海になっちゃうわけじゃん。それを映してもバーッとアメリカに放送、テレビで放送するわけだ。おい、やったやったやった、よし、いいぞみたいな感じで、トランプが当選する。で、トランプが当選すると、中国に、いろいろお世話になったから、ちゃんとお返ししますよ、みたいな感じで。いや、ですね。政治ってそういうもん。ちょっと待ってね。熊ちゃん、芸能人。愛知県ナンバー、大杉。愛知県ナンバー、大杉か。兵庫県は2つ、京都は1つですよ。あ、県内にな。うん。いや、そこが政治力なの。それが政治力っていうの。藤原みのるさんの男の価値 90% が金。藤原さん、そんなことないですよ。藤原さん、それはほんの一面。いや、自分は9割ぐらい、やっぱり、お金が、持ってるか持ってない。あれなんだよ。金持ってないやつはね、男にカウントされんのよ。それはね、
生き物は生き物だけど、男とか、男としてカウントされる。そういうことなの。まあ、情け、もうね、情けないけどね、それが現実なの。だから、金がないということは、つまり首がないということ、首がないっていうこと。金がないってことは首がない。うちの母親が言っとったんだ。もう死んだけどね。母親がね、首、あの、金がないっていうのは首がないっていうことと一緒だよ。うん、ちょっと待って。藤原みのりさん、金がない。秀明さんは無価値で、価値なしですか。まあ、そんなもんだな。まあ、ほとんど価値ないわ。本当にもう、限りなくゼロに近いわ。もう金がないでね。うん、でもまあ、年金が入ってくるから、それも一つは、あの、価値だわな。年金が入ってくる分で、あ、これ年金がなかったらこれ価値なしだ。価値ゼロ。ゼロじゃないけど、まあ、なんていうのかな。留守番するぐらいの価値はあるかもしれない。家のね、家の留守番するぐらいは価値がある。まあ、ほとんどね、価値ない。そう、まあ、残念だけど、ね、もう自分はそんなこと、そんな、世の中ではいかんと思うけどね。だけど、それが現実だわ、うん。それで、この金ね、ゴールド。これがね、今日調べたらね、1グラム6937円。で、あと8円で日本の過去最高の金額になる。1980年1月21日、最高金額が6945円。あと8円。もう今調べたらこれ過去最高を超えとるんですよね。これ何か言うとね、結局ね、円とかドルの価値が下がっとると、こういうことなんだ。もう紙に近づいて、さっき言った話だけどさ、ドルがね、もう限りなく紙に近づいていくと、これは金の値段を見るとわかるわ。そういうことなの。ちょっと待ってね、くまちゃん芸能人。画面図好きな女性も、まあまあいますよ。画面図ってなんだ、知らんな、そんな言葉。それ、信号だな。信号はわからん。画面図。あ、ダメな男が好きという女がおるってことか。いや、それはちょっと、趣味では、そういうのは、それはおるとは思うけど。まあ。金持っとらには女は寄ってこんでしょ。そら。もう大体そうだと思う。金を使うで皆さん寄ってくるんだ。あのね、昔ね、まあ、今から20年ぐらい前かな。愛知県の半田っていうところにね、半田というところに、ね、まあ、海があってね、そこにところどころヨットハーバーがある。ヨットハーバーがあって、まあ、安いやつでも1000万だな。よっと、新艇でね、買うとね。で、高いやつは6000万とかね、もっと高いやつ1億ぐらいのヨットが置いてある。置いてあるわけ。まあ、オーナーがおるんだけどね。オーナーがいて、金持ちがいるわけだ。で、そういう人たちが、ヨットを置いとるわけ。ヨットハーバーにね。ところが、そのヨットはあっても、日頃からね、手入れしとかんとね、ヨットっていうのは動かないわけ。いざという時に。動かそうと思って動かない。まあ、いろいろ手入れ、メンテナンスってやつね。それをして、普段からしてないと、その、動かんわけだ、ヨットが。で、オーナーっていうのは、だいたい金持っとるけど、そういうその、メンテナンスするっていうオーナーはね、まあ少ないわ。まあ、ほぼおらんと言っていいわ。だいたい医者とかさ、医者とか、ちょっと大きい。大きい企業の部長さんとかね、それとか、その、ちょっとした会社の社長とか、そういう人が おるわけだけど、自分ではやらんねん、メンテナンスっていうの。で、業者に頼むと、その辺ものすごい高いの。業者に頼むとやってくれるけど、高い、うん。で、どうなるか言うとね、まあ、誰かが好きな人が、そのヨット使わせてくれるという条件でメンテナンスするという。まあ自分もそれやっとったけどね。でね、ちょっと待ってね。藤原さん、金持っている人が評価されるのは稼ぎ出すために人脈、人望、知見、知識、努力があるであろうと思われるからです。ああ、なるほどね。いや、自分は違うと思うね。
今持っとる金と将来稼ぐ金、それが男の価値。ちょっと待って、KN さんが南沙諸島、あ、やっぱりあのベトナムに近い方だな。ちょっとあの日本に近い方じゃなくてベトナムに近い方だな。うん、そうかもしれない。それでね、何だった？そう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 。それで、ヨットが並んでるわけね。だーっと並んでるわけ。でね、すごくね、いろんな皆さんが来てね、ワイ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 、まあ、毎週土曜日とかね、日曜日にワイ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 人が来て、いつも楽しそうにやっとるヨットもあるわけ。ところがもうほとんど人の来ないヨットっていうのはある。で、すっごいね、豪華なヨットでも人が来ないっていうところ。うん。だけど、そんなに豪華じゃないけど、いつも人が来てるっていうヨットもある。それ何が違うか言うとね、簡単なの。オーナーが金使うかどうかっていう。オーナーが、今日、例えば10人来ると、そのヨットにね、ヨットに乗りに10人来ると、じゃあって言って、自分にね、1万円ぐらいくれてね、で、これで何か買ってこいと。おにぎりとか、巻き寿司とか、ビールとか、そんなもんを買ってこいって自分に言われるんだ。で、金くれるもんで、で、スーパー行ってばーっと買ってくるわけだわ。袋に入れて、持ってくる。で、ヨットの中に持ってって、そこに、置いて、で、みんながそれを食べるわけ。それからまあ、どっか、船で出てってね、港から出てって、どっかの島に行って食べて帰ってくるとかね。そういうふうにすると、要はお金は使わない。お金を使わんオーナーのヨットには誰も来ない、うん。だから人が集まるイコール金使ってるしか、誰かが金出してるということなの。そういうことなの。大体そうなの。うん。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あれ？なんか出ておるな。これなんだ？あ、出た。ちょっと待ってね。藤原実さん、相続受けて金持ちでも人間として男として評価が高いとは限りません。まあ、そりゃそうだわな。いくら金持っとったってさ。なんか生理的に嫌だなってやつおる。そう言って言うもん。空港の女子社員、全日空の女子社員も言っとったもん。そんな、柳沢さんが言っていたって、私、どうも見て生理的に受け、あまり、受け付けん人は、嫌だよ、みたいな。そらそうだなって。そら金持っとったって、そんな近づきたくないやつは近づきたくない。そらそう。間違いない。うん、それから、うん。相続でな、お金持ってるっていう、熊ちゃんみたいなもんで、いずれ親が死んだら、相続で一人息子なもんで、金が、財産が入ってくるんで、金持ちだもんね。かといって、そりゃ、何かの価値が高いかっちゃ、そういうもんではないよな、それは。わからん、それはまた別の話だもんね。うん。まあ、だけど、金持っとらんやつのとこには来ないって、まあ、それ、金持っとらんのにを、その人が寄り集まってきたなんていう例があったら、ちょっと見たい。見たい。熊ちゃんは芸能人。熊ちゃんは生理的にどうですか？あ、自分か。いや、別にこの、二人で、ライブ放送、ライブじゃなかったね。YouTube で二人でやっとるときは別に、なんてことはなかったと思ったけどね、自分は。だけどさ、まあ自分はさ、その時だけだからさ、その1時間とか、そういう時間一緒におるだけってこと分かってるから、初めから。うん。だからあの時は埼玉の、足立雄三ってやつのところのアパートで住んどったからさ、まあ夜になりゃそっち帰ってくるんだでさ、これがずっと24時間一緒におるって言ったら、それはちょっと考えなかった。ちょっと、それは考えない。時間的に1時間ぐらいだからまだおれるけど、あんなもん3時間、4時間、5時間一緒におると思ったら、それはちょっとね、いや、ちょっとね、考えるって、それはあるわな、当然な。うん、よし、それで、ちょっと待ってね、藤原さんが70にもなって男の価値
を価値を持ち金で判断しないでくださいよ。寂しい話になります。寂しいって、人間ってか寂しいもんですもん。人間ってもともと一皮むいたらね、そんなもんですよ。俺も、いや、本当にね、金持っとらんのにそこに皆さんより集まってくる価値が高いなんていう人がいたら、見たいですよ。本当に。俺は。まあ、それはお寺の住職とかね、そういうような人でおるかもしれんけどね。まあね、自分の知る限りは、まあ自分が世界が狭いかもしれんけどね、まあ見たことないね。うん、やっぱりね、金がないきゃみんな寄ってこんって、価値認めてくれない。残念だけど、それも残念。人間ってさ、金なんてさ、人間の歴史、人類の歴史から見たらね、ほんのね、最近じゃない、お金ができたのは。それで人間の価値を測られるなんて、そんなバカな話。じゃあ、そのお金のなかった、その人類の長い歴史は何が価値だったんですかって話になる。だからそれは別のものがあったんだよ。別のものがあったんだけど、だってさ、学歴社会ってあれ、イコール金でしょ、みんな。自分はそう思うけど、一生懸命必死で勉強してるのは、あれ何か言ったら結局将来金が欲しいから勉強してるんだよ。勉強してる。そうだよ。だって金じゃん。金、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 金の世界。金、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 金の世界。それから、高校野球ね。高校、甲子園の高校野球。いろんな高校の野球部があって、で、ものすごい練習して、高校に、野球に、甲子園に出る。あれもね、聞いてみや、やってる人に。まあ、金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 だ。金金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 ってこう、そういう、そうなっちゃった。仕方がないでしょ。これ自分がそうしたんじゃない。そう世の中の仕組みがそうなったんだよ。なんともならん。ちょっと待って、熊ちゃんは芸能人。和歌山のドンファンなんか寂しい人生だと思いますよ。ああ、なんかあったなって自分ちょっとドンファンのこと知らんのよく。どういうことか。チクリンさん、秀明さんはよう妬みすぎなんですよ。残念な人。そうだよ。自分はね、だから言っとるねんな。いつも言っとる。意地と怨念で生きてるんだよ。意地と怨念だけで生きてますよってこと言っとるの。自分は。なんで生きとるのかって。意地と怨念で生きとる。そうって言っとる。いつも言っとる。だから、恨み。うん、意地 50%、怨念 50% で 100% で生きとるよって言っとる。そう言って。意地と怨念だけで生きとる。そう言っとるの。そんなね、自分はね、立派な人間じゃないで言っとくけど、意地と怨念。もう人間のカスみたいな、人間な、人間としてはカス、カスだ。カス。間違いない。これ自分で言っとると間違いない。まあ、そういうことでね、意地と怨念で生きとるって、っていつも言っとる。ちょっと今日書かない、意地と怨念。チクニさん、なんでそんなにひねくれちゃったんですか？それはもういろいろ今まで子供の時から育ってくる中でもう騙されたりバカにされたりさ、いじめられたり、いろいろでひねくれたわけだ。って言って人が悪いって言っとっちゃいかんけど、まあそういうことなの。要するにそのまともなこの中で生きてき今日まで来たわけじゃないっていうことね。はっきりしとんね、それは。だからひねくれて、生きてひねくれてますよってこと言っとるね。ひねくれとるから全てのこのものがね、ひねくれて見えるわけなんです。はあ、いや、なんかあるとするとそう、いや、ちょっと待って、それ信用できんで、裏からとかよ、こっちから見ないと信用できんよっていうことなんで、特にね、学校の先生とかね、会社の経営者とかね、そういう、まあ、なんていうの、肩書きで仕事してる人もおるじゃんな。そういう人は特にね、自分はね、信用しないわけ。いや、ちょっと待ってよ。そりゃそうなんだけど、こっちから見たり、こっちから見たり、こっちからみんなわからんよって、信用できんよって、こう、もう元からひねくれとるもんで、そういうことなんだ。あ、ラッキーさんが来てくれた。年金受給年齢もアップ、社会福祉の基本がない日本。金金金になっているから犯罪増える。結婚さえ夢を持てない。それが今だ。だからそれは金の社会ということだ。ラッキーさん、真面目に生きたいからこそ虚しい叫びだ。真面目に生きるやつはバカだわって。
バカに見るんで、ね、真面目に生きたらバカを見る。そういう、それが世の中、大体、資本主義社会っていうのはそういうもんや。うん、結局、騙すやつが得しとるんだわ、今は日本は。残念ながら。そういう、正直になんてやってるのは、結局バカを見る。そういうこと。まあ、しょうがないですよ、世の中はそうなって。ちょっと待って、それね。これで褒め日記ね。褒め日記、ひねくれ、これ、ひねくれ者の褒め日記で書かなかった。ひねくれ者の褒め日記。ちょっと待ってね。ちくりんさんが、多分くまちゃんも同じだと思います。みんなくまちゃんを邪険に扱ってたんだと思います。本人にも原因がありますけど。そうだな。似とるな。似とるとこある。うん、確かに。向こうは大金持ちの息子、一人息子だけど、こっちはもともと金のない8人目の兄弟に一番下、そこは違う。それだけの違いね。まあ基本一緒や。それで今日の褒め日記ね、これ褒め日記に書いてるんだよね。で、7月の21日、今日だな。味噌汁を作ったと。味噌汁、赤味噌のね、味噌汁、うん。で、自分で作った玉ねぎとかね、自分で作った小松菜は入れんかったかな。それからわかめとかね、それから、何だったかな。なんか、3種類か4種類入れて、味噌汁を作った。それから、草刈りをした。これね、この裏の畑のね、草がだーっと入ってきたら、そこをね、こう、刈ったと。それから、あとは2時間歩いた。行きに1時間ね。行きに1時間。で、コーヒー飲んで、帰りにまた1時間。合計2時間歩いた。それから、自分のね、母親。もともとの名前がね、鈴木絹っていうの。絹っていうのは、絹糸の絹ね。鈴木絹っていう名前だ。それね、3人女ばっかでね、子供がね、兄弟が3人女ばっか。で、姉さんが養子をもらって、実家に、自分の母親の実家に後をついてる。その人も90歳ぐらいだけどね。で、妹がおる。まあ、妹も亡くなったんだけど、3人女ばっか。で、その、自分の母親の実家、つまりその母親の姉さんの長男、90歳まだ健在だと思うんだ。で、そこに手紙を出しました。まあいろいろこんなようなことやってますよみたいな、まあ元気でやってますよ、いろいろお世話になりましたみたいなこと書いてね。で、今日郵便局持ってて、84円かじゃなかったな。それより1ランク上だったな。ちょっとたくさん書いたもんでね。紙にね、10枚ぐらい書いたから、まあいろいろね、書くこと割と得意だね。だーっと書いてね、万年筆で。それで、郵便局で出した。うん。まあ多分読むと思うんだ。うん、その息子、自分の母親の姉さんの長男が多分読む。その人今60ぐらいだからね。50ぐらいかな。うん。ちょっと待って。藤原実さん。ちょっと待ってね。その前も読んでないな。くまちゃんは芸能人が GoTo キャンペーンで2回に4200万円流れてるみたいですね。政治家は汚い。あ、そうか。それ賄賂だな。賄賂って、通称わかりやすく言うと賄賂。藤原実さんが環境を他人のせいにしてたら金持ちになんてなれませんよ。投資も失敗に向き合って分析して自分に落とし込むことの積み重ねです。そうだな。人のせいにしとっては金持ちになれる。間違いないな。藤原実さんが人生観も投資への考え方も同じです。まあそれはそうかもしれんけど、そんなね、聖人君子みたいな考えには、ちょっと自分はなかなかなれんな。ラッキーさんが、汚すぎるよね。その腐敗、政治を支えてきたのは、支持政党を持つ者、団体、私利私欲の過去の、者たちと。クマちゃん、チクリンさんが、クマちゃんも女性党員に絡んでないで、
社会の巨悪と対峙すればいいのに。そりゃそうだ。ラッキーさんが、秀氏は生産性のある生き方が財産。生産性があるとは思わんけど、惰性で生きとるね。惰性だ。もうね、惰性。人生は暇つぶしって言ってる。いつも。いつも人生ってのは暇つぶし。暇をつぶすことがもう人生なの。人生イコール暇つぶしだ。暇がつぶれ。要するに時間が経過するってことが大事なことや。ほんで、いろいろこうやってやってるわけじゃん。だからなんか哲学的なものはないわけ。自分は。こういうふうにしたいとかね。こうであるべきだとかね。こうでなくてはならない。そんなことはない。何もね。ただね、時間が過ぎればいいってことです。時間が過ぎればいい。明日が来ればいい。朝だと夜が来ればいい。夜だと朝が来ればいいみたいな話。別に何もそんなね、この教科書に載っとるようなことは、自分はない。もうそういう行き当たりばったりだ。だから今日ね、ここにおるでしょ。なんでここにおるか言ったらね、楽な方へ、楽な方へ、楽な方へと生きてきたらここにおるってこと。そういうこと。簡単に言えば、何か目的があってこうでなくちゃいかんなんてね、方針を立ててここにおるわけじゃない。方針を立てて生きてきた結果、ここにおるっていうんじゃなくて、楽な方へ、楽な方へ、楽な方へと言って、で転がってきたらここにおる。おるっと、こういうことなの。だから、なんかそんなね、学校でなんか教えるね、修身みたいな、道徳みたいな、書いてあるような人間じゃないってことなんですね。簡単に言うとそういうこと。いい加減な、要するにいい加減な、人間だっていうことなの。ラッキーさんが暇をボケーと過ごすより野菜育てる方が良い、散歩する方が良い、それが生産性だよ。そうだよな。いや、自分はね、まあそれいい加減だよ。考えてみたら、それいい加減な人間、これ以上いい加減な人間、いや、みんなから言われるんだよ。あいつは本当にいい加減だなって言われとんだ。いい加減だよ。いい加減なんだけど、これね、長生きしたら勝ちな。変な話だけど、そういうことや。だいたいその辺のなんか金持ってる人がいたとするじゃない。1億ぐらい持ってる人が、その人が例えばな、70で死んだと。今日俺が80まで生きとったら、こっちが勝ちな。そういう考えなんですよ。長生きしたら勝ちだ。それでちょっとお金がありゃね、もうそれでもう大勝利な。そういう考えなんだから。だからその大きな金をね、大きな金を、欲しいと思ってね。だからいつも言ってるんで、FX で勉強してて、FX で勝ちたいと思ってる希望をね、希望を言うと、スターバックスね、ここから歩いて7分ぐらいでスターバックスがあるんだ。そこのスターバックスに行って、コーヒーとドーナツ。それが1日コーヒーとドーナツが買えればいいって言ってるの。FX で儲かるんですよ。どえらい金儲ける。1億、10億儲けたいって言ってね。1日にコーヒー1杯とドーナツ1個。それだけ儲ければいいですよって言ってる。何にも女、どでかいこと言ってるわけだね。それをね、勉強して、ちょっと利益出して、スターバックスでコーヒー飲みながら、ドーナツ食べたいと、そんだけの話でも、そんなね、大きなこと、ちょっと待って。ほんで、まあ、野菜は畑があるでね。あれ、植えとくてできるか。ちょっと待って、ラッキーさん。クマちゃんが1ヶ月一度畑、散歩のお泊まりに乗れば、意外に素直だから、クマちゃんに、クマちゃんに目覚めがあるかも。そりゃそうだよ。で、自分だもん。自分で、そういう、切り替えるわけだもん。とりあえず自分は何をしたいんだということをね、決める。だから自分は言ってるでしょ。年寄り70で大事なのは3つだと。動ける、食べれるし、動ける、食べれる、喋れる。食べれる、喋れるはいいわ。そんな努力しなくても、それは大丈夫なんだけど、問題は動けるなんだ。動けるを維持しようと思うと、ちゃんとそれなりに、その人間の体を動かしてなきゃいかんって。動かさないと退化していっちゃう。だから朝4時半から、その木曜3時間だけどさ、歩いておるわけね。それはね、
そういう大きな目標を立てて生きとるわけですよ。もう体が弱、あちこちが弱ったら負けですよと。FX で負けたって別にどうってことはないんだけど、金がなくなるだけでなんてことはないけど、体が負けたらダメでしょ、これ。だからやってるわけじゃん。まあ明日もやるけどね。そういうね、進むべき目標っていうのは大事でしょ。もうそんな偉そうな人間じゃないや、偉そうなことを言って生きとるわけじゃないけど、そういうことです。で、これね、自分の兄弟、これ一番上のお姉さん、姉、水江、次、よしこ、忠国、森種、京子、のりこ、友里、秀明、これ自分でね。で、まあ、この線引っ張った人、これ、もう病気で亡くなった。で、この人はまあ施設に入って、まあ、誰だかは、わからん。訪ねていてもわからん。この人、行方不明。だから結局、この二人しか会って話する人いないと、こういうこと。まあね、まあこんなもんですわ、世の中。世の中の兄弟が8人と言っても、話できるのは1人しかいない。ちょっと待ってね、ラッキーさん。フィリピン行くより熊ちゃんを育むを余生の目標にしよう。いや、みんなやって。じゃ自分はね、そんな人様にね、あんたの生き方はね、どうのこうなんて人の道をね、解くようなね、その、うん、できた人間じゃないんだ、実は、うんうん。そういうそんな立派な人間じゃない。だから、それは無理だ。それからチクリンさん。学の大小よりも継続的に勝つことの方が難しいです。勝負ことは何でもそうだと思います。そうだろうな。コーヒー一杯利益が出るなら1億も出るわな。うん、そう言ってよく聞いたけど、うん、まあ、どうなるしないよ。それは、ずっと永久に利益が出ないかもしれない。でね、こういうふうな今ね、ビットコインがこう、こうだん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 って、ね、今ここに来とる。で、ここちょっと飛び出とると思うんだよ、今ね。100万超え、100万円、今日は100万円超えとるからね、ここ出ちゃった。ビューンと上がるかもしれんね。だけど、ビューンと上がって、ビューンと下がるかもしれん。それはわからんけど、まあ自分としては一応方針は、こう、やっぱり上がってくると思うんだよね。で、上がってきて、どこに書いてある？105万ぐらいまで上がったら、買いで入ろうと思ってる。0.1 ビットコイン。50、レバレッジ、100までいけるけど、100まで倍率できるんだけど、50にして、それで買いで入ろうかなと。で、損切りは2000円。逆方向に2000円いったらもう損切ると。こういう形で、105万ぐらいになったら、買いで入ろうかなと思ったんだけどね。一応予定としては、どうなるのかな。これをやってみなあかん。もうやらんとダメだからね。やらんとね、やっぱり、ちょっと、コツがわからん。ちょっと待ってね。藤原稔さんが300円ずつでも毎日勝ち組トレーダーです。それが難しい。そうか。難しいか。まあ、いいや、やってみりゃわかる。いや、なんでもそうだけどさ。何か覚えようと思ったらね、それは覚える、その、費用がかかる。資質ゼロではものは覚わらんと思うんだ。だから FX 覚えるんだけど、まあ勝つときもあるけど、負けるときもあるんだろうけど、その、まあ1回で1000円ぐらいで負けるっていうことはね、あると思うんだ。もう、買いでトレード入った。買いで入りました。ところが逆方向行って、損切りに合いましたって消える。1000円ぐらい消えるんだね。だからそういうことはね、ある。それは何だってあるし、パチンコだって行って負けることもあるしさ、魚釣りで行ったって餌代かかるしさ、そういうことだと思うんだ。ラッキーさんが普通に貯金して生きれない未来っていらないかも。だから、金利が安いもんで、ね、金利がこれね、自分がね、小学校の頃はね、金利 5% くらいあった。郵便局の貯金でね、金利が 5% くらいあった。で定期なんかで 7% ぐらいあったんだ。いや、それが普通だって。今が異常なの、うん。
はい、それから、これね、今日ちょっと思い出したね。これ、元タカラジェンヌ。これ、宝塚歌劇団の、団員のことを言うんだけどね。元タカラジェンヌ。要するに宝塚歌劇団の元生徒っていうことなんだけどね。ちょっと待ってね。KN さんのフィリピンに行くのに大金は必要ないです。いや、そんなこと言ったって、その金もないでか。で、行けれんだ。それで、この元タカラジェンヌっていうのはね、引っ張りだこだっていうんだ。結婚相手には苦労しないらしい。もうそこら中から話が来ると。こういうこと。どういうことか言うと、うちの息子の嫁さんに、欲しいと。こういうことなの。こういう話がいくらでも来るわ。まあ、ちょっとした金持ちの、家だな、これは。こういうことは。だから、ちょっとしたお金を持ってるところの息子が、うちの、嫁さんとして来てほしいと言って、この元タカラジェンヌに話が来るわけだ。まあ、で、まあ、会って話して、まあ、これならいいかなと思ったら、じゃあもう、結婚しますということになると、このタカラジェンヌが、この息子と結婚すると、こういうことになる。これはよくあるんです。こういう話はよくある。それでね、まあ自分は趣味で小説書いてるんだ。で、その中にもね、あるんだ。そういうことを書いた小説が、霊言の旅っていう。まあこの概要欄に貼ってあるけどね、小説霊言の旅って、これね、まだね、書き終わってないんだ。途中なんだ。続きがある。書いてないんだ。霊言の旅という。で、これは岐阜県の山奥の建設会社ね。まあ、その地域では大きな会社だよ。そこの息子、社長なんだけどね。それが、その人の奥さんが元宝塚っていうことで、嫁さんに来てもらったわけ。ところがね、その嫁さんにね、子供ができんかと。まあ、元タカラジェンヌで美人なんだけど、もうなぜかね、子供ができんかった。でね、空港で働いてる人の子供をね、もらうんだわ。自分の子供として育てる。こういうふうにね。そういう小説なんだ。うん、それを書いた。元タカラジェンヌ。ちょっと待って。ラッキーさんが読みたい。リンクから入るの禁止なんだよな。図書館にあるかな？ないよ。リンクか。なんでリンクから入れんの？この自分のYouTube の下の方を行くと、霊言の旅っていうのがある。そう、こうカチャってやったら読める。誰でも読める。本は出してない。ちょっと待ってね。藤原稔さんが、紙幣が紙切れになると言っているのに、ビットコインの FX で円を稼ぐのですか？紙くずでしょ。秀明説通りに考えたら、現物買いではないですか？いや、そんなことないと思う。いや、ビットコインでね、FX で儲かれば別に金だもんね。金だし、紙くずになってない限りは、それは価値がある。紙くずになったら、それは、ビットコインで直接、あれでしょうね。スターバックスでコーヒー飲める。ビットコインで支払って、コーヒーとドーナツを買うということになるだろうね、きっとで。まあ、そうか、それか、クレジット会社に、クレジットカードの会社にビットコインを送って、で、クレジットカードで、スターバックスでコーヒーとケーキを買うということだろうな。それはまあ、どうにでもなる。ラッキーさんが URL から入るの禁止なんだよ。なんで禁止なの？誰が決めたの？そんな禁止って。入れんのかな？いや、入れるはずだけど、ちょっとわからん。ちょっとラッキーさん、1日5分朗読シリーズ出すとか、そんなもん。聞いとる人が嫌でしょ？そんなもん。人の朗読なんか。そんな。それは
いいかもしれんの。自分で書いた小説を読むっていうな、うん、それはいいな。ちょっとやってみようかな、今度。ちょっと最初の部分だけ、この YouTube ライブやる初めの部分だけ、5分間は自分で書いた小説を読むと。あ、いいな、これ、なかなか。ああ、それはいいな。そりゃ、ちょっと考えますわ。うん。ラッキーさんが1日5分朗読シリーズ出す。なるほど。藤原みのるさんが FX で現物増えないでしょう。もう今は増えないよな、そりゃ。減る一方だ、うん。ラッキーさん、やってみてファイト、うん。ちょっと考えるわ。だけど、そんなもんね、誰も聞きたくないでしょ、そんなの。まあ自分じゃ結構面白い小説だと思って書いても、誰もね、評価してくれんのは、そういうもんだって、世の中。そんなもんは、そういうもん。そんなね、そんなもん、何でもそうだけど、そんな簡単に儲からんでしょ。そんな、何でもそうだ。そんな、うん、そんなに儲かるもんだ、誰でも儲かんない。みんな、世界中の皆さんが億万長者になってる。それぐらい難しいことに挑戦しとるっていうことなんだ。だから、それはまあ、だいぶ、利益がある、利益が出るまでにはまだ先の話だよ、それは。きっとでな。ちょっとわからんけどね。ずっと出んかもしれんよ、利益が。うん。だけど、まあ、出ると思ってね、やる。だから、希望を持ってやるって大事なことです。それで、今日はどうしような。まあ、これでいくか。まあ、こうでいいな、この音で。よし、まあそういうことで、また明日皆さん来てください。まあ、こんなような話ですけど、そんな人の道を解くような人間じゃないですか。まばた移動したシクラメント城、素晴らしいものはない、出会いの時の君のようです、メラリガチかけた言葉に驚いたように、振り向く君に季節が頬を染めて過ぎていきました。滑り色シクラメンの色、眩しいものはない、恋する時君のようです、木漏れ日に浴びた君を見だけど、寂しさでも置き去りにして、愛がいつの間にか歩き始めました。薄紫のシクラメンほど寂しいものはない、後ろ姿の君のようです、暮れ惑う街の別れに君はシクラメンの香り、虚しく揺れて季節が知らん顔して行きました。
それを知らない子供のよう時が二人を追い越してく呼び戻すことができる僕は何を欲しむだろう裏面の代わりという歌が昔流行ったとこういうことですね。はい、そういうことで、また皆さん明日来てください。お願いします。ちょっと待ってね。藤原実さんが違います。勝った場合、ビットコインが増えるのか、ドルや円が増えるのかって尋ねているんです。勝った時にか。それはビットコインが増える。ドルや円は増えない。それを変えると、ドルや円になるということなんだけど、変えなかったら、ビットコインが増えていくだけの話の。うん。だから、それを、まあ、もし増えたら、ビットフライヤーに送って、ビットフライヤーで、その時の円に変えて、自分の銀行口座に振り込んで、それを使うと、こういうことなんだ。うん。ややこしいけど、それはできるんだ。だから、ビットコインが増える。そりゃそうだ、ビットコインでやっとんの。自分のオーバー、今やってるのはオーバービットっていう、FX の、その会社なんだけど、あれ、香港にあるっていう話だけど、オーバービット社っていう、日本円は扱ってないから。確かにドルはや、ドルも扱っとるんかな。ちょっとよく知らんけど、日本円は扱わない。ビットコインだけ。あれよ。リップルとか、イーサリアムとか、もうやってるかもしれんけど、まあ自分は、お金をビットフライヤーに送って、で、ビットコインに変えて、ビットコインをオーバービットに送って、そうするとそれが証拠金になるわけだ。で、そこで、FX やるわけだ。で、その証拠金が増えたり減ったりするということなんだ。勝てば増えるし、負けりゃ減っていくと。そういうことなんだ。うん、そういう仕組みになってるんだ。うん、だから、勝ったからといって、ドルや円が増えるわけじゃない。ラッキーさんが、追伸。昔の小説とか BGM に、普段から聞いてるよ。朗読、作業用、睡眠用とかの視聴率見て。なるほど。船山さんがありがとうございましたってんで、そういうこと。そういうことです。まあ、とにかく、そんなね、ビットコイン、ね、FX で簡単には儲かるとは思ってないけども、まあ、一応やってるということで、徐々にやっていくと。いいや、まあ、そんなもん。地方省対策でやっとると思えば、多少負けたって別に苦にならんでしょ。それに、みんなに威張れるじゃん。自分はビットコインの売り買いしとるって、ただ、それでも威張っとんだよ。俺はビットコイン売ったり買ったりできるんだよ。お前できるんだろうみたいな話。ほんで、それにプラスして、自分はもうビットコインで、FX やっとんだと。FX トレーダーと言ってくれと、今度から。自分のことをね。と言って、威張るためにやっとるよ。まあ、そういうことなんだ。まあ、そんな深い意味でやっとるへんってな。儲けようと思ってやらないかんけど、まあ、そんな儲からんわ、きっとな。うん、簡単に儲からん。だけどいいやな、別に。もう70だもんね。別にそんな儲からん。地方省対策。で、買ったまあ、魚釣りと一緒だわ。魚釣りとか、盆栽と一緒、同じような形でやっとるということですわ。簡単に言うと。はい、そういうことで、皆さん、また明日来てください。お願いします。